中日大王国大使館は、大王国が日本の首都東京に設置している大使館である、在東京大王国大使館とも、1941年8月、中日大王国公使館から昇格する形で、大使上初の大使館として発足する。1945年8月、大日本帝国がポツダム宣言を受諾して降伏したことにより、外交権を喪失。 それに伴い、日本とタイの外交関係及び大使交換も凍結した。1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約が発効して、日本国が独立したのと同日に、サガ人ニンガム編中日公使と吉田茂外務大臣が、霞ヶ関の外務省で文書を交換し、日本とタイの外交関係及び大使交換の再開に合意した。二千年、 東京の代々木公園において、太陽国大使館が主催する、タイフードフェスティバルが初めて開催された。次後、毎年開催される恒例イベントとなり、2005年にタイフェスティバルと解消されて、現在に至っている。2020年3月17日より、シントン・ラー・アッピセイトパンが特命全権大使を務めている。ありがとうございます。